始まりましたアプカミ。今回のお相手は椿ファクトリーの新沼キサラとアンジュルムの船木結です。ハロープロジェクトのメンバーが毎回交代で進行していくこの番組、アップフロントグループに所属する様々なアーティストの制作の裏側に迫っていく番組です。普段は見えない部分をこのチャンネル限定で公開していきますので、たっぷり楽しんでください。私たちのレコーディングやリハーサル、メンバーが紹介するヘアアレンジやメイクなど制作の過程をお届けしていきます。ということで、まずは MC2 人の裏側に迫っていこうと思います。そうですね、最近私は起こった仕事でのハプニングがありまして、お仕事のね、集合時間が、集合場所が途中で変更していたんですけど、それに私が気づいていなくて、もともとのスケジュール通りの場所に行っちゃったところ、違うよっていう風にマネージャーさんから、連絡が来まして、その時は電車に乗っていたんですけど、結構な音量で、えって電車の中で叫んでしまったんですけど、結局間に合いはね、集合時間には間に合ったんですけど、それは結構私的には焦りましたね。でもすごい焦るよね、そういうことって。でもなんか結ちゃんがそうやって電車の中でびっくりしてる感じが頭の中で想像できて、きっと見ている方もなんか想像できるんじゃないかなって思った、ね。でもそんなところもすごい私可愛くて好きなので。ありがとうございます。ちょっとこんな話キュンキュンしましたね。はい、ありがとう。私はですね、最近9月30日に、新曲ダンシャイズム今何時が発売になるんですけれども、それに伴うイベントをやらさせてもらっていまして、最近では豊島園で外でリリースイベントをやったんですよ。で、なんかまさかやっぱりこういう状況だからイベントできると思ってなかったし、この夏っていう時に野外でできるっていうのも考えてなかったので、すごいなんか皆さんと夏を感じられるイベントになって楽しかったです。そうだね。だって最近はやっぱりこう皆様、ファンの皆様の前で、こうパフォーマンスするっていう機会もなかなか少ないですし、その中でその夏のひとときをね、楽しめたのはすごく羨ましいなって思います。それでは今回のアプカミ、まずはこちらから、アンジュルム限りあるモーメント、佐々木理香子のボーカルレコーディング。8月26日リリースになりましたアンジュルムのニューシングルの中から、限りあるモーメント、佐々木理香子のボーカルレコーディングの様子をご覧ください。メロ間違いもするし、嘘を立てつくし、それが人間と誰が言った。まずここまでやってみようか。はい、いわゆる本当ミュージカルとかでがっつり歌ってるようなイメージ、なので結構男前な感じで歌ってくれればいいかな。あんまりこうなんか、いわゆるアイドルみたいな、こう女の子の可愛らしいしみたいなことではなくて、結構もう男前に、はい、うおーかっこええっていう感じで歌って全然いいので、そんなイメージでいきましょう。間違いもするし、嘘だってつくし、それが人間と誰か言った。もっと気にもなれず、雲の上の人見上げてるだけじゃ惨めだよ。あ、そうそう、でもいきなりその感じ、頭2行とかも全然その感じで OK です。間違いもするし、嘘だってつくし、それが人間と誰か言った。もっと気にもなれず、雲の上の人見上げてるだけじゃ惨めだよ。はい、 OK。 よし、じゃあその次行ってみましょう。リアル、自分のため生きる、誰かにも届けられるなら死ぬ気で生きたい。すいません、雰囲気はすごくできてるから、はい、今でも自分でさ歌ってて音程あれって思うことあるやろ。思います、うん、その瞬間にな、はい、声も変わんねやんか。やだ、すいません。やだ、すいません。だから今音程特に気にしなくていいから、はい、うん、そのイメージだけでとにかく突っ切ってみて。はい、もう一回行くよ。自分のため生きる、誰かにも届けられるなら死ぬ気で生きたい。
はい、OK。はい。限りあるモーメント巡り合う設定限りあるモーメント諦めず諦めずたんれん合ってました、うん、ごめんなさい諦めずって言いながら諦めてた感じがしたすいません、はいはい、間違ってたでなこれ実は頭の限りあるってあるやんか、はい、ここが多分一番難しいんやんか、はい、っていうのはそこでリズムがドンドンドン限りあるって入らなあかんから、はい、ここだけ、全く素の状態になるので実はリズムが取りにくいんだよ、はいなのでここだけしっかり限りあるモーメントしっかり入れるといいかな。ここはなんかリズムの面で若干こうフラフラすることが結構あるのでそこだけしっかり入ってみて。はい。はい、限りあるモーメント巡り合う設定限りあるモーメント諦めずだね。はいはい。そして歌ってなかった相方の方行きましょう。限りあるモーメント命ごと燃え盛れ巡り合う設定大切に育てていい限りあるモーメント熱量で突き進め諦めず今のもう全体的にイメージはもう言うのは全然できているので、はい、言葉の一番最初命ごと燃え栄えたいのところを、はい、もうちょっとパキッといけるかな、はい、命ごと燃え栄え大切も大切に育てたい、はい、で熱量での根の熱量でちょっと強めに入ってこるっていうかな、はい、限りあるもんね命ごと燃え栄え巡り合う大切に育てたい限りあるモーメント熱量で突き進め諦めずはいはい、いやすごいいい感じです。裏返ったのが惜しかったなっていうだけすいません、うん、今の感じでちょっとだけ笑ってみてくれる？はい、うん、それでもう一回ください。お願いします。限りあるモーメント命ごと燃え盛れ巡り合う設定大切に育てたい限りあるモーメント熱量で突き進め諦めずだねやり抜いたっていい気に入っていいそれだけ限りあるモーメント憧れたイノセンス限りあるモーメント背負ってく信念はい、OK。 おサビのところはさっき柔らかい感じで歌ってたやんか、はい、ってなんとこそもうそれを受けての歌で全然いいから精一杯つなぎたいのところはもうがっつり笑いながらいいうんはい行ってみよう。お願いします。あるモーメントささやかなきっかけで憧れたイノセンス揺るぎない夢になり限りあるモーメント仲間から受け継いで背負ってく信念精一杯つなぎたい限りあるモーメントはいはい、OK。 はいよ、そしたらウォー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 なんだかねーと、なんだかでげでげなとこね。はい、では頭いきまーす。何のため生まれてきたの？どんな風に生きればいいの？いやー、2行目めっちゃかっこいいや、今の。いい感じ、いい感じ。何のため生まれてきたの？どんな風に生きればいいの？かっこええな、おい。いろいろかっこええな。バッチリですよ。OK。以上です。はい、お疲れさんでした。ありがとうございました。
いやすごく、うん、本当にかっこよかったなと思って、ね、なんかこの曲って、うん、あの本当アンジュルムさんらしい、うん、かっこいい熱い曲っていうイメージがあって、うん、やっぱ私たち椿ファクトリーだとこういうかっこいい曲ってなかなかないから確かに儚い感じだね、うん、いつもこういうレコーディングの映像とか見ても全然指導されることとかも違うなと思ったりして、うん、私たちあんまり熱くとか男前にとかなかなかないから、うん、そっかなんかこういうレコーディングしてるんだって改めて思ったし、うん、本当りかこちゃんにぴったりな、うん曲だなって聞いてて思いました、ね、確かになんか私はこのレコーディングを実際した時にあ確かにこういうこと言われたって今すごい記憶が蘇ってきたんですけど、うん、あの確かにサビの部分ではオーケストラっぽく歌ってっていう風に言われたりとか、うん、でもそれとは逆に A メロ B メロでは結構その男らしく歌ってっていう風に、うん、あの指導されたのでそのギャップがすごい難しかったなっていう風に、うんうん、今なんか懐かしいなっていう風に記憶が蘇ってきましたね、うん、以上アンジュルム限りあるモーメント佐々木理香子のボーカルレコーディングでした。笑顔でいきましょう。続いてはこちらです。椿ファクトリーダンシャイズム小野瑞穂のボーカルレコーディングです。9月30日にリリースになります椿ファクトリーのニューシングルの中からダンシャイズム小野瑞穂のボーカルレコーディングの様子をご覧ください。じゃあ1番 A メロ、はい、やってみましょう。お願いします。はい、どうぞさあ360見渡せ、まず自分の周りをほら何かにつけ、どんどん溜め込む外欲の末路、クローゼットの服積まれた雑誌いつか使うかも、捨てられないわけ並びらん、また何かが増えてく、また人間関係このサイトにも核にも複雑、彼氏先輩友達他人と SNS 求めれば求める分だけ溜め込んでくストレス、重くて持てないバッグの中に何が入ってる、いいじゃんいいじゃん、そういうこと、はい、バッグの中にの2だな、2中に、うん、重くて持てないバッグの中に何が2な、2な、そうそうそう、2がなくなっちゃってる、はい、さあ360見渡せ、まず自分の周りをほら何かにつけ、どんどん溜め込む外欲の末路、クローゼットの服積まれた雑誌いつか使うかも、捨てられない負け並びりゃん、また何かが増えてく、また人間関係この時代とにも核にも複雑、彼氏先輩友達他人と SNS 求めれば求める分だけ溜め込んでくストレス、重くて持てないバッグの中に何が入ってる、いいね、振り付いてる方が後半かっこいいねじゃあもう一本後半だけ撮ってみようか、はい、また人間関係この時代とにも核には複雑、彼氏先輩友達他人と SNS 求めれば求めるポンだけ溜め込んでくストレス、重くて持てないバッグの中に何が入ってる、 OK もらいました。じゃあ B メロ、全てどこか損をするか、ねぶみばかにしてちゃ始まらない、欲にまとわりつかれていたら窮屈で身動き取れない、次の無駄はまで歌うつもりで、無駄は、うん、で前半ちょっとこう和的な、全てどこかそうするか、ねぶみばかりしてちゃ始まらない、歌えまとわりつかれていたら、そうそう椿あるパターンね、はい、でここまではそんな感じにしといて、キュウクリツって身動き取れない、タタラタまで、そこからはリズムしっかり出す、はい、全てどこか損をするか、ねぶみばかにしてちゃ始まらない、欲にまとわりつかれていたら窮屈で
身動き取れないもうやだ。はい、窮屈でからはちょっと後で取るから、はい、そこは歌わなくていい。ごめんなさい。て言ったらまでもう一回取るけど、はい、欲にまとわりつかれていたら、ていたら、うん、にしようかな。はい、そこまで。すべて毒化そうするか、寝踏みばかりしてちゃ始まらない、欲にまとわり疲れていたら窮屈で。 OK、 じゃあ窮屈でからと。はい、欲にまとわり疲れていたら窮屈で、身動き取れない。次の無駄はもう歌って、無駄は、はい、うん、今ね、割とこうちょっとこう引いちゃってるからもうちょっと押す、取れない、うん、っていけるといいな。はい、欲にまとわりつかれていたら窮屈で、身動き取れない、無駄は。 OK、 はい、じゃあサビいきますね。はい、無駄は処分が処分の潔さ、その雪の先にあるのさ、ゴンデゾダウンシャイズ、身軽な心のまま窮屈勝負見定める価値、情報があふれる時代に必要なものはきっとそんなに多くない。分の潔さと価値はちょっと地声で頑張ってみようかな、一回ね。はい、潔さ潔さ、うん、見定める価値見定める価値、うん、多分いけるはずだけどな。よし、じゃあ一応それでいってみよう。はい、無駄は処分が処分の潔さ、その雪の先にあるのさ、ゴンデゾダウンシャイズム、身軽な心のまま窮屈勝負見定める価値。 OK、 じゃあ以上です。ありがとうございました。お疲れ様でした。あのこの曲は、うん、すごい今のこの時代にぴったりな、うん、爽快な楽曲になってるんですけど、あの私たち他のメンバーがレコーディングしてる風景とかってなかなか見ることができないじゃないですか。確かに。だからこうやったなんかみずほちゃんのレコーディング風景を見て、うん、みずほちゃんってこんな感じで歌ってるんだって思ったし、うん、なんかこの曲すごい明るく歌おうっていう感じで言われて歌ってるんですけど、すごい笑顔の素敵なみずほちゃんにぴったりだなって思ったし、なんか結構この曲って高い声を張り上げる、そう高かったね、パートがすごい多いんですけど、みずほちゃん普段結構声が低いから、うん、そこをすごい苦戦してたんですけど、うん、でもすごい力強く綺麗に出せててすごいなって思いました。そうですね、なんかさっきもお話しした通り、うん、結構椿ファクトリーの楽曲はあの儚い女の子のイメージがあったから、うん、あのこういうアップテンポなイメージがあんまりなくて、うん、すごく新鮮だったし、なんか途中のねラップっぽいパートも結構ノリノリで、うん、最初ね、そうライブで披露してる姿が早く楽しみだなっていう風に思っています。以上、椿ファクトリーダンシャイズム小野瑞穂のボーカルレコーディングでした。続きも一緒に見ようね。椿ファクトリーの新沼希空とアンジュルムの船木結がお送りしているアプカミ、続いてはこちらです。モーニング娘20石田由美のメイク講座。モーニング娘20の石田由美のメイク講座です。今回はマスク崩れしにくいメイクを実践してくれています。それではご覧ください。モーニング娘20の石田由美です。今回は私の思うマスク崩れしないベースメイクをご紹介していきたいと思います。最近はですねマスクが必須になってきているので、あのベースメイク落ちちゃう崩れちゃうって悩む女性の方は多いと思いますので、あのベースメイクを私は紹介したいなと思いました。いやー、メイクというのは
ベースとなる部分が結局は一番大事なんじゃないかと私は思っております。まあ、逆に言えばポイントメイクにそんなにこだわりがない、だからこそベースメイクを紹介したいなと思ってすっぴんでお邪魔させていただいてるんですけれども、まあ、何をしているかっていうとスキンケアとあとベース日焼け止めだけ済ませました。ではファンデーションを塗っていきたいと思うんですけれども、私が使ってるのはこれイヴ・サンローランのファンデーションなんですけれども、あのヘアメイクさんがこれを使っていて化粧崩れしづらいって教えてもらったので私もこれを買いました。これぐらい出します。これもおすすめなんですけども、マックのブラシ、あのめちゃくちゃファンデーションが簡単に済むんですよ。まずこの手に取ったやつをちょっと伸ばして、ちょっと伸ばして、この辺にしか塗りません。なんかよくあの首の色と顔の色違うよみたいな、だからファンデーションの色気をつけなきゃいけないよとか言うと思うんだけど、だったらもうここしか塗らなきゃいいんですよ。そうそう、極論なんか馴染むと思って、本当にそう、この辺しか塗らないです。この毛は全然柔らかいので、あの目の上とかもこうやってサササってできます。なんかその肌荒れとかもあとクマとかもすっごい気になるんだけど、結局ここのクマもにって言われちゃうとなんかなくなるんです。ちょっとシミっぽく正直あるんですけど、もう知らない、いい。もうこう私はお風呂上がりにですね、ぜひおすすめしたいのがですね、お風呂上がり顔を洗いましたらこれ土台美容液、これ泡で出てくるんですよ、プシューって。さらに化粧水をの前にこれをつけると本当にありがとうっていう気持ちになるんですよ。ツルーみたいな、使ってみたらわかります。こう塗ってる時にありがとうありがとうっていう気持ちになるんですよ。ここまでやって化粧水にいよいよ入ります。今ですね、使わせていただいてるのはですね、副鼻水っていうすごく肌に優しい全身にも使えるっていう化粧水なんですよ。もうびっしゃびしゃびっしゃびしゃ使ってます。まあ、気になる部分には目をつぶると言いましたが、それでもやっぱり気になるのでクマを隠します。これはあのオレンジ色をしてるんですね。なんか私のクマはここの目の皮膚が薄いから、このたるみによって生じるクマなんですよ。そういう人にはこういうオレンジっぽいベージュっぽいコンシーラーがいいよって聞いたので、それを筆でですね、クマがある三角形のここに乗せます。オレンジからピッ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 と伸ばす時も擦るんじゃなくって、トン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 と馴染ませるぐらいです。せっかく色を乗せたのにやっぱぼかしちゃうともったいないので、馴染むように叩き込みます。今度は黄色い方を取って上から、これちょっとなんかハイライト効果があるらしいので、ちょっとこう明るく見せます。でもクマは見えるんだ、消えないんだ、だから笑っとこ。パウダーは、はい、ローラメルシエさんのプレストセッティングパウダー、これを筆で取って、パウダーもゴシゴシゴシって塗るんではなくて、ポン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 ってこうお肌をちょっとこう磨いてあげるように、おおおおおお、はい、乗せます。私も17歳ぐらいの時はもう本当にニキビに悩んでて、モーニング娘。に、まあ、加入してる時なんですよ。なのでそのいかにニキビを隠さないといけないかとかはすごい悩みました。これにシェーディングに入りました。どんだけ隠してもニキビってボコボコしてるから、隠しても隠しても見えるんですよ。すごい悩んでたけど、私はとにかくね、早寝早起きを気をつけました。本当に大事、早く寝るって。まあマスクもあるから余計ニキビができやすい時期かもしれないけど、早寝早起きとにかく頑張りましょう。続いてボビーブラウンのハイライトなんですけど、これすっごいお気に入りで、お花の真ん中にポン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 と、すごい綺麗、目の間ぐらいにも、まあ、ちょっとでツヤ出るね、こことここですね、はい、ここ光らせました。頬骨のところに、はい、で上ですね、チークが来るだろうなって場所の上ですね。このハイライト本当に可愛い。
あ、ちょっと乗すぎたかもしれないです、調子に乗って。眉毛は一緒だね、ナチュラグラス、コングロート一緒だね、自分だ。ペンシルで眉毛の下を描きます。アディクションのアイブロウ、薄い方 1,2,3 ぐらい取って、濃い方 1 ぐらい取ります。眉尻を足していく感じ。描けましたらケイトのマイマスカラで眉毛を染めます。これもそんなにまあこだわりはない。そう、もうシャンシャンシャンってやるだけよ。アイメイクはアディクションの31番でした。アイシャドウとかをがっつりオレンジにしちゃうと、そのチークへ何色にしたらいいかって私あんまり詳しくないから分かんないんですよ。だからなんかオレンジもピンクも乗せちゃえって思うんです。だからまずこのベースはピンクっぽいキラキラをね乗せますね。はい、目の下にもちょっと塗ります。ザ・アイパレ、吉田あかりさんがプロデュースされたアイシャドウでございます。あのブラウン、ちょっとオレンジっぽいブラウンなんですよ。もう早速この濃い色を取っちゃって、目尻から二重幅、二重の線に反るぐらい。私は奥二重なので、あんまり濃い色を目にのせすぎるとギュンって感じ。同じ色を目の下の際にもちょこっとのせます。このハイライト部分を取りまして、この目の中央部分に目に立体感が出るように、はい、のせます。はい、のせます。次、アイラインは最近はブラウンブラックっていう色なんですよ。アイラインをしたら目が大きくなるのか私には分からなくて、目尻だけみたいなのもう毎日悩んでます。これでいいかな。ヒロインメイクのマスカラをずっと使ってますが、私はこうちょっとサササッと使ってる人にね、全体につけまして、下まつげもやります。ホットビューラーですね。これあの充電式なので便利です。すごいね、初めて見た。まつげですね、まつげ下も下げますよ。がっつりねパーしました。したらバーガンディ色のマスカラなんですけど、目尻部分もっと伸ばすよって感じで塗ります。赤っぽい色、まつげでだいぶ石田ゆみって感じですよね。そしたらリップ、これ佐藤まさきちゃんからの誕生日プレゼント。はい、塗っていきます。ここで最後にあなたのお顔、今日チーク必要ですかっていう相談をするんですよ。え、チークしたらさ、なんかポンポンって感じにならないっていう相談を絡めてするんですよ。しよう、アディクションのチークをクマにはあんま被らないところって意識してるんですけどね、一応。というわけでメイク講座やらせていただきました。需要はありましたでしょうか。需要どころなんですけどありがとうございます、ご視聴いただき。崩れはすると思うんですけれども、崩れたら焦らずティッシュでオフして、そのブラシとかを使ってもさっと直すだけ。気にしすぎない、自分の顔の好きなところを見つけてあげて、そこを活かすメイクをね、みんなで頑張っていきましょう。以上、モーニング娘。20の石田ゆみでした。バイバーイ。いや本当にね、このご時世さ、マスクね、つけてベースメイクって本当に需要しかないっていう本当に感じではあるんですけど、すごいやっぱベースメイクって本当にメイクの中で一番大事だなって思いますし、あとなんか石田さんがさ、おっしゃってたのが、本当に、まあメイクのね、あの、なんだろう、コツとかもすごく勉強になりましたけど、メイクのあり方とか考え方についてもね、すごいなんか勉強になったなって思いますね。私は石田ゆみさんが、そのハロープロジェクトの中で尊敬できる先輩なんですけど、なんかこうやって好きな先輩のメイク動画をまず見れるっていうのがすごい嬉しかったし、なんか同じ化粧品を持ってなくても、似たような色で真似とかもたくさんできると思うので、私はそれで石田さんのメイク真似してみたいなって、はい、思いました。以上、モーニング娘。20石田ゆみのメイク講座でした。今日ね、いいことあったんだ。
新沼キサラと船木結がお送りしてきたアプカミ、お別れの時間となりました。ということでね、うん、今日は限りあるモーメントのレコーディング映像もありましたが、はい、本当にこのご時世にすごく勇気づけられるような歌詞になっていて、うん、本当に素敵な曲だなって思いますので、たくさんの方に聴いていただけたら嬉しいなと思います、うん、はい、私は小野瑞穂ちゃんのダンシャイズムのレコーディング映像を見て、うん、なんかこの曲って本当に、まあ、娘ちゃんも言ってくれたんですけど、うん、椿ファクトリーっぽくない、いい意味で、うん、楽曲なので、まあ、新しい椿ファクトリーの良さというか魅力っていうのも知ってもらえる楽曲だと思うので、うん、ぜひぜひたくさんの方に見ていただきたいなとも思いますし、なんかこの曲ってサビの振り付けとかも、うんうんうん、その見ている方と一緒にできる、まあ、割と簡単な振り付けになっているので、まあ、なんでしょう、声とか今は出せない状況なんですけど、うん、こうやって手を振ったりできる振りとかもたくさんあるので、一緒に映像なんかを見ながらやってくださると嬉しいなと思います。アプカミではアップフロントグループに所属するさまざまなアーティストの制作の裏側に迫っていきます。普段は見えない部分をご紹介していきますので、チャンネル登録もお願いします。今回のアプカミ、お相手は椿ファクトリーの新沼キサラとアンジュルムの船木結でした。さようなら。